東山誠氏の幕府とは何か、武家政権の正当性の第2章、鎌倉幕府、つなしくは東刊幕府、正当性なき北条氏の正当性というところで、正当性なき北条氏がどうやって正当性、つまりここでいうところのレジティマシー。東山氏はこの正当性をレジティマシーと。レジティマシーにこの正当性が、ね、こう当ててます。レジティマシーならレジティミテートに対してこの役を当ててますけれども、そのレジティマシー。 どうやって獲得していくのかって話なんですけども、今日は義経のお話になっていきます。源義経がなぜ、えーまあ、厳しいなり、そして排除されていたのかという話ですね。初めての方もいらっしゃるので一応紹介しておきますとえ、武力だけでは権力を維持できなかった、正当性なき政権の支配の正当性とは何か。え700年及ぶ武士の政権について私はどれほど知ってる、本当にてるだろうか。 政は原理になければ生体しもいられなかった。鎌倉幕府はースの学術用語で統一されなかったなど、数々の誤解を正すことから始め、古典から最大の,までの学術も総括し、京都を職色類で満たすことが政党制の根拠にった古典の都市王権から、まあ、鎌倉室町期を経て江戸島をたりながら、まあ、今度はだか都市王権の話を前回やったよ、ねまあ、今回もこの都市王権の話から、これが第2章の3節になってきます。 今日まではこの京都市を仕込みたすことは政治の根拠だった古代の都市王権の話もで,ですね。第2章の鎌倉幕府と私は東漢幕府の都市王権と武力、それから義経結婚、この第1章、第1節の2つを取り上げます。で、都市王権と武力ということで、まあ諸説あるでは物足りない。これは鎌倉幕府の、あれですね、鎌倉幕府の、えー、まあいつ成立したのかという話です。D 説が多いというふうに これは実は私毎年言うが今年はやってないなまだあの鎌倉幕府の生立はいつになりましたかというふうにアンケートをやるとやっぱりまだこっちが多い,いんですよねいい国作ろうのがいい箱作るいい箱も一定数ある,るんですけどもイメージで言ったらいい国の方が大体体感で7割いい箱が3割というイメージですね、まあ、もちろん100実は100%ならないというのは忘れてるという人が結構いるんで どっちか忘れたとか結構高い、あのそういうパシッと一発に言わずに段階的に作られていったんですよというふうに教えたりする、えー、そういう年代を学ばなかったというそういう意見も結構ありますが、比率で言ったらいい国がやっぱり圧倒的に多いというのが現状なんですが、でこの1190に関しては、右近、うん、に対象任命だけじゃなくて、どちらかといったら、 諸国総採物資の権限を移譲されて、それまでの次元的な立法から向上的な立法に入っていたということをまあ重視する側面もあるんですが、あの有力なのは、まあ、A、B、D、G の1、2、3、4、5円に、えー、東山説はこの、まあ、これと、これと、これを付け加えているということになります。1180年、侍どころ設置。 さんあのね、十12年の戦時、85年、守護寺と、えー、文治の直居守護寺の設置、向こへの大将、聖大将軍。この五大説とは、実は排他的なものではないと。例えば、えー、D 説を取ったら、直ちに G 説が否定されるかというのは、そういうものでもないという。これは結局、頼朝政権確立期の核期を何を重視するかとかな、何を重視するかの問題と。つまり、これは、 鎌倉幕府の性格、どのものと性格を規定するか、らその人の重視するのかという問題なんですが、東島市は何年をかっきとすることで歴史が違って見えてくるというものなければ、説と呼ぶこともおこがましいと。その例として、例えば平家政権の1162年説、つまり六原幕府ですね、と1179年説、つまり福原幕府。この対立というのは、実は、これをかっきって、実はあのこれは検問体制か、 それとも、東国国家論の問題、東国国家論に立つのかという、そういう問題であって、1162年説と1179年説では、歴史の歴史とは違って見えてくると。東山市自身は都市王家の支点による1135年説、つまりタイラントの森の追悼師、任命、これには置いてるわけですけれども、それによって見えてくるものが違うという話ですね。東町自身は、1160年説。 これが最も重要な格器であると。これは何,だ何なのかということですね。1183年が次に重要であると。で、この C の1184年説、えー、頼朝は初めて訴訟機構を持た時点として非常に重要ではあるものの、まだよちよち歩きの段階と言っておく、これを重要な格器とするにはちょっとあれだし、1194年から1 9 9年、要するに聖夷太将軍辞任、これによって頼朝は朝廷の 支配から出したというのを、まあ、1192年説よりはセンスがあるな、という程度で強くしたものではないと。86年説なんだと。いい野郎だと。もうこれでいい野郎というぐらいにまでというふうに書いてありますね。で、1180年説。1180年。これはどうとるか。まあ、頼朝の長いキャンフレーズですね。鎌倉幕府の本質を主従性というふうに見るならば、1180年説になると。侍どころの設置。要するに、これによって、 鎌倉幕の本質ととなると石井進も尊説なんですけども石井進も尊の場合1180年この伊豆の国国家の木代山井幹太が襲撃これに結構大きな活気を置いているというのは石井説では武家政権が国家機構を掌握することに非常に重視を重視しているということでここに注目するとまあ基本的にここの1180年説というのはあの鎌倉幕府の本質は主従性にあると というふうに見たものであって、まあ、この鎌倉幕府の主従関係については、近年、薬な集団というか、そういう合法ックな話が随分主張されると。まあ、多分あの東山さんが念頭に言っているのは、あの細川茂雄さんの研究ですよね。細川茂雄氏の,あの、えー、頼朝の武士団とのは、これ実は参考文が挙がってなくて、細川茂雄氏の頼朝の武士団とセットで、えー、出版された、北条氏と鎌倉幕府ですね。 北条氏と鎌倉幕府の方が挙げられてます。市の博士論文である鎌倉政権特掃聖戦,戦,戦論でも挙げられてますがあの主従関係がヤクザという話はどっちかやったらここに挙げられた北条氏と鎌倉幕府でもそういう話出てますけどもどっちかやったら頼朝の武士団の方がそういうヤクザな集団っぽい話を吾妻鏡の皇語役もう典型的な皇語役で、えー、私は結構好きなんですが。 結構私の周りの Facebook 友達関係の研究者では評判いまいちやなと。要するに武士うのそういうふうな役座なもんと捉えると、武士の共通のもんが、細川さんは多分武士っうものの、こういう,もう本質の本質、人か無家はそういうもんであって、だから武家政権の本質というのは頼朝の魅力に取り憑かれた武士たち。 ということなんですね。で、細川茂さんの,、えー、あの結論はあれなんですね。講演対象になった後上洛した後えー、帰っていくよりとも、俺の場所は京都に寝ないと。俺はお前らと一緒にいるぜ。という、そういう指標字だということで、まあ、基本的には統合国,国家論に立っていて、朝廷の下風には立たない鎌倉幕府という意味では、東島さんともはあの話は通じるところがあるんですけれども、ただ東島さんは、 これは武士の世界の本質であっても、武家政権の本質ではないと。で、武家政権の誕生というのは、ヤクザな集団というだけでは政権足りないということに気づき、学習していく過程なんだと。いうことで、そこのところをもっと詰めていった方がいいんじゃないかというのが、多分東山さんの提言なんですね。まあ、武士の本質がヤクザな集団であるというのは、それはその通りだと。その辺に関しては、あの細川さんと東山さんは,あれは一致するのかな。 それだけでは政権足りえないということで、要するにそのヤクザな集団、それがどうやって国家権力として、国家権力、権力としてなっていくのかということね、権力論、統治機構、いかに収中していくか、そういう意味で京下りの肝心集団が要するわけですね。1180年、西日本での飢饉が起こるころであって、それが武力要請の根拠になっていくと。 この統治機構の集合の必要性、それからこの西,西日本のよう危機による武力要請の根拠、この2つが絡まって、頼朝のこういう武士の集団というのは、権力になっていくんだということになっるわけですね。で、1183年、1 0二2年10月戦時と。で、1 0二2年10月戦時というのは、佐藤新説では、東北社配の貢献を頼朝に以上というふうに考えてきたわけですね。 東山説では、総北支配の公共よともに異常したのはなぜなのかというその原因、理由が考えられていて、それは京都の飢餓状況の打開にあると。それから10月14の実際には、ウルー10月戦時だから10月とウルー10月2回出されてると。これはまあ、確かに、我々も知ってらっしんですね。頼朝よ,りともよりの受験範囲は最初は10月14日の戦時では、東海道、東山道、北陸道の3つやったが、 吉中のクレームで売る10月9日戦時によって、北陸道が削除されるということであって、これ自体はそんなに、ああ、そうやった、そうや,やったと。ただなく、えー、言われたこの10月2年10月戦時の、2つあるっていうのは、まあ、どちらかと,と失念しがちだなという、言われたらそうなんですね、最初はあの北陸道が入ったんだけど、それは北陸道が削除されちゃったというのは、あの永井美智子さんの小説などにも書いてある話なんですね。 長屋みち子さんの小説っていうのが、あの人は東鏡をぼろぼろになるほど読み込んでるそうで、パートナーも黒井田信夫さんというあの、えー、古代史の、えー、歴史学の教授、研究者なんで、一斉の研究者なんで、まあ、そういう面では、長屋道子さんの小説っていうのは、ものすごく再現性が高い、びっくりするぐらい再現性が高いというか、そういんですね。この10月14日戦時、最初のやつになんで北陸道が入ったのと。 十月戦0のは東北東報告支配権だったと。で、これ両方とも実は、原文は残ってないですよね。で、玉洋には、ウル十月戦時の一文、つまり、引用の中に、その戦0が引用されてると。引用文の中に入っているとか、まあ、十月戦時が引用されている一部それと、東海、東山道の将校、荘園校料ですね。不服の友柄あらば、頼朝に触れて支えたすべしと。 というふうに書いてあり、緑陽のありを生むかりでは、ウル10月1 0時の発給推進者は、ウダイジン九条兼兼であると。10月1 0時自体は、15国を宛てに出されたこの感染時があの出されていて、そこには、東北北国に及ぶ九条家領のリストがついていると、感染時には。つまり、これは北陸道、10月14日、戦時は北陸道入れないとダメなんですよね。 頼朝が北陸道を支配したいと言ったんじゃなくて、金真にとっては北陸をちゃんと直してほしいと。だから東北、北国、ここに散らばる荘園、これを頼朝に正常化してほしいというふうに言っておると。なんでじゃあ、そういうものが出てくるのかと。それの背景には、司法を皆、塞がるという。 ということで表現されるるがあるとでウルー十月ンジの逸文は、実はこれは金ざの計量に関わる問題であると。だから北陸道は本来入れられなければならなかったんだけど、それは外された。北陸道が外れたものの、えー、頼朝の者は伊勢の国に、えーまあ、やってきてくれるという形で、この基金積つものの解消が現実ものだと。 ウルージュが戦時の言いたいことは何かやったら、荘園功労年貢修収集が回わなければ頼朝に頼れというそういう命令り頼,頼朝が処理してしししるぞと。これは、まあ、いわば朝廷による東北支配の貢献を頼朝に移常するそういうものであって、荘園功労年貢修収集をえ頼朝が実際に行うと。これは佐藤説よによると、頼朝がどう喝した結果やというんだけども、え東島説では、頼朝の同う喝がなぜ有効だったのか。 つまり貴族の弱みは何だったのかというところを、1 9 9 7年の論文で被害者は考えていると。その背景としては、平家による機内への流通がストップした状況であると。だから最後の,の望みの綱は頼朝の行動であったわけであって、頼朝が機内への流通をなんとか復活させてくれやんと、京都は完全に干上がってしまうと。 でそれをオースライズするためのジュエー2年の戦時であると。北陸道を含めたのは金沢の、金ざねらが北陸道まで頼朝がやってくれたら嬉しいなということだったんですね。それに対しては義仲の抗議があって外されると。ジュエー3年、翌年の2月、続けの院の町の町。これちょっと説明しますと、院の町の町。院の町 が出す蝶です。この蝶というのは、上下関係にない役所同士のでやり取りされる文書ですね。ご志らかの院の蝶と、それから、を分け雷ず者の舎が。それでは、えー、実は、の揮関係ないですよね。式関係ないんで、これは蝶だということです。その蝶がえ残ってますが、そこではとうとうみいで、遠江ので田、吉田。 は若さの国の引きともむね彼らの流通騒害を訴えられていて、結構、あの鴨脇行一ず地社では困ってはると、上、まあ、鴨神社ですね、では困ってはるということが書かれています。どういうことかというと、えーまあ、当時の近畿の状況ですが、極陽十二年九月三日上では四方皆塞がると書いています。四国および山陰道の、これ多分山陽のことかな、平士 秋伊勢、それから親税等は、兵士、政党以前は通達する、あたわずと。兵士を撃たないと、えー、ここのところのこ交通は開かないと。北陸と、それから参院は吉仲が横領していると。その結果、院文、異厳再利、一切義務する、あたわずと。院の文国、あるいはそういうあの朝廷の、まあ、こちらに勢力が及ばないと。 東海、東山道については、頼朝が上洛しない限り、どうしようもないということで、10栄2年9月の段階で、司法塞がり、八方塞がりというか、四方罪、八方塞というか、まあ、そういうあれで、完全に、えー、交通は途絶して、京都は餓死寸前、基金によって餓死寸前に追い込まれているという、そういう現状があって、これを打開しなければならないと、その切り札はこの頼朝でわけですね。 先ほどの,あの院の町には、老石停止を実行にあの、かの大将軍によって老石停止を実行してくれというふうに書いてある。かの大将軍誰なのかというのは、これは玉葉十英二年、うる十月十七日上に、頼朝、弟、九郎、実名を知らず、大将軍としているから、おそらくこの大将軍だろうと。で弟、九郎、当然源義経、ね、ただ金田の頃実名を知らなかったと。この大将軍。 正位大将軍かとか言いたくなりますけども、まあ、追討士とそれに準ずるそのはとりあえず大将軍というふうには言われていたわけであって、大将軍というのは必ずしも正位大将軍なければならないわけではないと。呪霊3年2月7日、院の町の町が出たときですね、この時は一ノ山の年の活戦当日であって、当時の大将軍は、追討士である範頼,頼、警備士である義経、その二人がいてるんだけど、どちらかというと、牢関、 停止を実行する役割であればだったのが、とたら、寿永2年の戦時を軽装地域に施業する責任者であり、えー、流通もの担当者であった義経のことだろうと。義経というのは戦時を軽装地域に施業する責任者であったと。古く10月9日戦時を軽装地域に施業する、軽装を終わらせ、戦後処理を行う、そういう責任者だったのが源義経であったと。 えいうことね、流通を回復する仕事も義経のものであると。そころでティーブレイク。頼朝、弟、九郎、大将軍として鈴馬の軍票を引きというふうに書いてある。鈴馬の軍前対将って、上洛を壊す気としてるが、単に素晴らしいなのか、それとも、そこに含みがあるのかという。まあ、吉中の発言であって、まあ、頼朝に対して、頼朝の受験への不服を申し上げてる。 大将軍としては大将軍に任命されてということなんですけども、頼朝サイドの人間を征大将軍に任命する話はあり得るんだという話を東山さんに関しては単に大将軍として上洛ですと、まあ、そう思ってないんだろうけども、その大将軍として、大将軍となりてというふうに訓読みできるけども、これは征大将軍あの話なのかという話ですね。 実は平家物語の初本では頼朝の将軍戦記を 10A2 年8月にしているわけです。で、それについては従来の研究では平家物語のこの記事は虚構であると。では、なぜ1 0 2年という時に虚構の話が出たのかという話を一生懸命やっているわけです。東島さんのその通説に対する疑問1。要するに、1 0 2年と研究者の二度成体者になっている可能性はないのかと。 それを考えずにいきなりこれ、偽物やっていうふうに言っちゃうのは、ちょっと乱暴じゃね疑問にいやあの、例えば、従栄2年に聖戦者だった可能性以外に、将軍に推挙する話があったんだけども、頼朝サイドがそれを断ったために流れた可能性とはないのと、そういう可能性について考えた上で、それはないというんじゃなくて、ただに虚構だよね。要するに、あ,あったかなかったかという、そういう話であって。 疑問2なんかあったかなかったかというよりも、まあ当然ないつはないんですが、には、うん。疑問2では、頼朝が正席になった話はないんだけども、ただ、裏でそういう話があった可能性はなかったのかと。で、疑問3。7月から10月にかけて、院の町から中原さ田が鎌倉に3回派遣されてるんですよね。それが説明さできてないと。それは説明,さ説明できないと。なんで言ったのと。 というのは説明されてないという疑問があって、まず疑問1に関して、正威大将軍は何でも任命可能なこれこれ、あの坂上玉良間の例をひひあの引かずとも、正威大将軍は臨時の職ですから、何度でも任命可能なわけです、本来は。だから、か頼朝以降の正威大将軍で一度任命されたら、終身、世襲というイメージありですけど、もともと正威大将軍は臨時の職であって、とりあえず今、目の前で紛争を追ってる、 ったら征太将軍に任命した上でその戦争終わったらもうすぐにやめてもらうというそういうふうにでまた任命というふうな可能性もあったのにあったかなかったかにした択一で疑問の段階でがい人もそうですね事実が虚構かというにした択一であって結果的に征太将軍就任はなかったけれどもあのそういう話が持ち上がったかどうかという可能性もあるわけです。だから水の話はあった 可能性は否定できないでしょと。中原安貞の三度の京都・鎌倉の往復については、天京、うん、も平気物語によると、兵衛之助、まあ、頼朝ですね、これ兵衛之助で頼朝のことです。頼朝が征夷将軍の戦時を被むることの中で出てくるわけです。ということは、平、ま、気、あ、物語によると、安貞は、えー、頼朝を征夷大将軍にするためにおあのお使わされてるわけですね。ところが、これは薄えやと。 言っちゃうとじゃあ、何のために安田派遣されたのかわからないじゃないと。でそれについて、あの岩田新平氏は意見を出しているとえ。岩田新平氏によると、頼朝の福井と10年、2年、10月にまつわる交渉が行われたのではないかと。いうのが、岩田氏の説ですがえ、東島氏はその岩田氏の説には従えないと。確かにあの、この頼朝の福井うのあるのは事実だけども、7月段階では基金の状態は顕在化していないと。 だから、呪英2年の戦時の問題ではなくて、1月の安田派遣目的は将軍推移の出しに出た可能性があるんじゃないかと。ところが、それの話は流れて、その後、基金が深刻化する中で、頼朝の福井と十月戦時のセットが提案されてるんだけども、それ以前、正医者将軍としての復権話と流れた末に、 この福井頼朝の福井つまり十五位の下、兵、え、衛、ー、の座、兵衛の助に復位、えー、するという、ルニンという地位を求めて、頼朝を復権させると、それは結局、清将軍の復権話が流れた末の合意点じゃないかという方がスマートな、よりスマートな解釈だろうと。であのここでちょっとあのティーブレイクなんで、あまりあれなんですけども、まあ、こ,ここの方はがスマートな解釈。私もこういう考えでもの少好きなんですよね。 ただ、あの、し々木学生時代に釣れると、杉谷先生から絶対に言われるのは、君の話はいつもこうも言えるけども、そうでないとも言えるという感じであって、もうちょっとなんか考えられないかな、ということはよく言われるんですよね。 この方がスマートな会社こうした方がいい。うん、君の言うことはよくわかるんだけども。でも、君の話って、そういう可能性もある。面白い可能性もあるけども、そんな考えすぎたこともあるんじゃないかな、なんてことをよく言われま、言われまして。たでも私はや、私の考えをもっとガーッ突き詰めたら、多分東村さんになれたんだろうな、<laughs> と。私はその辺はちょっと考えが足りなかったのかなと思うんですけど、これも、あの、杉谷先生に言ったら、 この方が、うん、この方が面白いっちゃ面白いけども、うん、どうたらこうたらというか、あの、これね、多分ね、あの、兄弟は、うとこの杉橋先生もそうなんですが、あの、岸、岸敏彦が教えてた時代っていうのは、なんかいろいろとこう、会新しい解釈を出すと、それは君はそう思うだけだろう。パーンと受けられると。その杉橋先生は大学で習ってた。大学生の時に亡くなった三浦圭先生もそう、あの、 ケイ先生の教えを受けてるなんかそういう人らにの,、まああの影響は私の、えー、師匠の師匠ぐらいなんですけどその人はいろんな解釈らしけどもそれは君はそう思うだけだろうと。教団だとまあそういう空気だよね。で東大ではい、あの石井進むし、まあ、東島さんの師匠の村井祥介さんの師匠で石井進むとなると一番面白い解釈があればそれを遠慮なく解釈する。 あ石進さんは、あれか、あの資料に明確に反してなければ何を言ってもいいんですよ。うん、で、その辺はあは、こういうところを、えー、恐れずにガンガン行く感じと、そういうお面白い話をこうガッと引っ,引っ張らげるタイプと、えー、それを、いやいや、それ全部ゴミだから、<laughs> ゴミ箱戻しましょうよという話なのかなと。 ゴミ箱からいろいろ白い人を持ってきて、それは君はそう思うだけであれば、またゴミ箱を持たなきゃならないんですよね。うん、というのがあって、ああ、なるほどなあ、と、えー、いう感じはしてます。で、スイーツはいかがと、えー、いうことで、雨の日の安らぎ。東島さんが最初にやっ立命に来た時のゼ日長、これはもうふっと思ったんですが、 私の時はこれゼミ長で、私の時のうち、ウッドコの大学は基本的にゼミ長なんていなかったんで、これ東大のあれなのかなゼミ長っていうのは。ウッドコの大学では多分ですが、ゼミ長って聞いたことないんですよ。ゼミ長を置いた人っていうのは。そもそも東大の先生、立命で来た東大先生、まあ北山資源は東大か。でもそれは私は知らないし、 あの私が知ってる時に、私の知ってる時にあに東大の先生で来たのは山崎優子さんが、山崎優子さんは私、2年年のだけですから、あれで置いてるのかなとか、まあ、いろいろしょうがないこといっぱい思い出したんですけども、スイーツがいつを引っかということで、引き続きこれもあのティーブレイクですね。ちゃんとした話の中ちょっと、えー、ホラ吹きますよというところを、東松さんはこのティーブレイクやってますね。このティーブレイクでは、遠鏡本平家における頼朝の将軍の部人上の土台。 つまり草案がこうあると。これを虚構だと。虚構か実在か虚構なんだというふうに言いたいとしてもない。いや文面まで作られたけども、実現しなかったんだから虚構なん虚構なんね。ただ文面はあると。東鏡の10へ2年間が欠落してるんだけども、これについては10へ2年の戦時があったから切ったんだというのは意味わからないと。そうじゃなくて、この 将軍推認話の不調を説明しきれなかったからじゃないかと。従栄2年8月18日、この時に平家木官領義仲と幸家に与えるという決定がなされています。これは頼朝との交渉がうまくいかない時の保険であったと。このちょっと前、7月30日には、院の御所の議場で頼朝、義仲、幸家、 今回の平家倒滅の第一の訓行は頼朝、第二が義仲、第三が雪江だというんだったわけですね。ところが、第一打札の頼朝への行書が見送られてると。で、その背景としては、義仲の教皇の申し入れがあったんだというのが、まあ、河合安氏,氏は言ってますけども、東島氏は、じゃあ、その義仲の教皇が申し出そう、あはそうなんだけど、なぜそれは通ったのか。 当時、将軍推任交渉は水面下で進められていたからじゃないかと。だから、あの、頼朝の行者はまだ先でいいんだよね。要するに将軍推任交渉は進んでる際にいきなり業者ってもうあれだって、やっぱりそういうの全部セットしないといけないと。ところが頼朝が将軍推任交渉を多分蹴ったんだろうと。孤児というか一周というか蹴った。その将軍って現実的じゃないよね、と話が。 なんか、ものすごく、雲を作らないって、お前、将軍にしてるから、ここを、え、なんとかせえという、それじゃあ、こっちも、あの、あれもうちょっとちゃんと詰めてくださいよ、と。要するに、名前だけの将軍与えて、え、頑張ったよ、じゃあ、あの、京都の、あの、治安回復もよろしく、とれとも、それは困るよ、と。もうちょっと、現実味を受けた話を持って、持ってきてよ、ということで、十月戦時。で、これ、まあ、あの、右翼、うる十月戦時を、 脱進してで、それを頼朝が受諾して、あのこの戦場を実行するために、機内への流通促進のために軍勢を派遣したと。あの吉中滅亡後も飢饉状態継続。で、そこで大将を泣きついたのが鴨井脇一一社と、それにおいて最大の院の町の町、先ほどのやつですね。でやると。そういう風な可能性、仮説はどうでしょうかということですね。 そういうのはいかがでしょうかと、すごくだったんじゃないかと、この遠距離平気問題を受ける頼朝将軍部人状と、従栄2年の戦時の問題というのは、そう,いう話したんじゃないのといや、証拠はまだあなやけども、そう,いう可能性あるよという感ですね。 これについては、松島修一氏は源のよし、源源頼朝よ義仲の征夷対将軍任命戦時を遠、遠鏡平家物語では、そこのところ、ちょっと、えー、ちょっとちょっぴり嘘ついて、頼朝の話にしたんじゃないかなというんだけども、そんな無理やらなくても、頼朝を将軍に赴任するという話は、水面下で進められたけども、それは実現しなかったと。えー、まあ、頼朝はもっと現実、そんな将軍の話でいいから、ちゃんと現実的に、 話を持ってきてねということで、10月1時、ウルーュワ戦1時では、結局、まあ、ウルーュワ戦1時、最終的な形で,では、は東海道、東山道の年貢を受けよう、年貢を納めるのは頼朝の仕事であるということ頼朝は年貢を取り立てて、でそれを京都に運ぶで、その過程でそれに抵抗するやつを月のように殴りつけるという、そういう権限を手にしたんだという話ですよね。 大将軍義経に付託されたミッションと。さす神社文書。十円三年二月、え、二月二十日付には。黒御蔵司の受け身があります。え、何が書いたのか言ったら。いや、諸国の兵糧米停止、要するに兵糧米として、諸国、あの年貢米を兵糧米として。あの、持っていっちゃうと。いうのは。義経からも、そんなことやめろと。兵糧米として挑発するのやめろと。いうふうにもう言うてあるけども。それでも、足らんようだ。 なので、命を下しる密を春日社に送りましたというのが吉経の味ですね。これから何が分かるかというと、黒御曹司、つまり吉経は寿永2年、ウルージュガ戦時を施行し、金城状態を解決する責任者であると。春日神社の文字は何を言ってるかとったら、うっとこに金城状態解決責任者さん、うっとこに兵糧米 挑発が届いてるせいで、うっとこにあの、米来ないんですけども、なんとかしてくれませんというふうに言うたことに対して、義経が、いやもうそれ言うてるし、でも、まあ、幕府関係やったら、そこに命をこだし分もちゃんと一応、こっち、あのー、言うといたから、それでも受け取って、それ何なんとかしてよという話ね。これ、要するに義経がそういう責任者であることを示していると。次の話。 に、いつの話に行く前に、えー、東山で言いたいことあったみたいで、10月2年の10月戦時を、コール、同府社の貢献以上,説説以上だという佐藤審説に対して、一通の戦時で貢献以上や党国から論じることは不毛であるという批判が賛出されると。ただ、これは司法を皆塞がるという死活問題に選出されたアクチュアルな現実的な選択であって、この一通の戦時で貢献以上、そこまで言えない、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 統、え、合、ー、国家、この一通の戦時でダガンガンガンというのは、 それは不毛とやつの,不毛だとその背景なのはたった一枚の紙切れで何ができるんだというそういう発想なんだけどなぜ文書による支配があるのかその一通の紙切れが何で効果があるのかということを考えてないでしょということで義経はなぜ伊勢の国に発見されたのかと。なぜ伊勢の国か。義経は伊勢に行った理由は伊勢の国、鈴鹿の石これをそここを押さなきゃならないわけですね。 この伊勢の国、鈴鹿の関というのは、東海道から近年の入り口にを位置していると。もう一つ言うと、と伊賀伊勢というのは、これ、兵士の拠点であって、兵士というのは伊勢と伊勢伊賀、それから西海道を抑える、それによって京都に対する物流をコントロールできたわけですね。それが兵士政権の前提であると、えー、いうことで、だからあの東島さんは、大乱忠盛に大きな活気を見ているわけです。伊勢伊賀を、えー、所領化し、西海道に勢力を腐食したのは大乱忠盛であると。 この伊勢以外、平氏の一大拠点である以上は、ここへの京都への遠く、えー、の物資が入るようにするためには、つまり戦時を実行あるものとするためには武力が必要であると。だから、まあ、その廃景で吉て、義経は伊勢に入っていたわけですね。軍勢を率いて。で、戦時が出される10月11日段階では、いや義経は伊賀の国勢力を腐食、えー、しつつあったと。そこでの中身は、 頼朝にわざわざ言わなくても、頼朝たちは現地で代行する義経、義経に下山すればそれで OK よという形で、まあ、頼朝の分身として義経は機能していて、そうやって伊賀の国に力を、まあ、義経引いた頼朝の力を植えた腐食した上で、戦時を獲得して、それを義経に実行させていたと。東海道、東山道からの。 機内の物資の流入を、えーまあ、義経が保証すると。で、1180年、義経の厳しい任官と。従栄2年、ウルー10月戦時が機内に物資をもたらし、都市保険を維持するためのものであるならば、あるものであると。で、それは義経の武力のときに実家のものになったと。いうふうなことを考えると、義経の厳しい任官というのも非常に筋の整していると。 要するに、警備士というのが、武力によって流通の非を検察するものであると。いうものである以上、流通を武力によって実現している。これはま,あ、まさに警備士の仕事だろうと。で、元烈元年、1184年8月、吉田の警備士部人が頼朝不況と決裂という東上寺の分や、あるいは腰越え上、これは疑問上だと。私もあれはどう見ても、えー、普通の文書には見えませんね。 あれはどう見ても、あれ疑問状にしか見えない、私もそれは全くそのとおりでございます。ご主に移拠する通説は全く取り得ないと。ということで、これ、取り得ないというふうに、えー、言っちゃうと、うんあので、今ではどっちかというと、東山さんによると、こちらが通説になっているというあれですね。それとして、えー、まずその同じ年の11月にりともよ義経に強いな権限を与えていると。 さらに、御世橋式三39条には、警備士し不任は利があれば幕府の杉野に認める。だから、警備士は別に勝手に任官しても構わないという、そういうような動きやと。で、えー、まあ確かに永井美智子さんの小説でもこのな話あ取り上げられてるんですよね。常が頼朝の許可なしに認可、警備士し任官、の警い士任官したと。 それでちょっとまずいんじゃないですかというふうに言ったら、義経が、いや、あの、法王様から是非に問われたら受け入れなきゃいかんだろうと、兄も分かってくれるよ。で、えー、景時はそれを頼朝,頼朝に報告したわけです。非常にけしからんと思いますと。ところが頼朝はそれを黙殺して、普通に兄大な権限を与え,与え続けたんですね。で、景時の周りの人間は、うわ、景時嫌なやつやな。いやそれはあの、御所様も、 苦労殿にちゃんと普通にやってるじゃないかと。ほんまに、梶原殿は苦労殿の方が嫌いなんだなというふうにまあ言われてるというシーンがあるんですね。えー、でも、頼朝は実は波乱そこで許していなかったということで、最終的に義経を切ることになるんですけども、まあ、その背景としては結局義経は、えー、どっかで厳しい文人を間違えたというふうに思ってくれたら、勝ったんだけども、えー、結局義経はそれに気づくことはなかったと。 いうふうな物語の筋になってますが、東山さんはそれをパーンと一周しています。えー、要するに厳しい、つ厳しい部人っつうのは頼朝も OK を出してるんだと。じゃあなぜ厳しいなのかと。言うと、1百8 0年、伊が伊勢の乱。これ、大乱の金の乱ですね。大乱の金の乱。大乱の金が伊勢伊が抑えて、京都を潰しにかかったと。東海道から機内への流通妨害ですね。 その欄の鎮圧をした後、輸出には警備士として戦後経営も担当しなければならないと。これはなぜかと言ったら、警備士の執行権限に目管、要するに無本無編を蓄えた人間の全資材を就稿する戦後処理が警備士の仕事になったからであって、警備士としてこの大乱の部下とその関係者の電卓資材を没収しなければならなかったわけです。 でそのための権限として厳しいが与えられたと。だから厳しい、人間というのは頼朝の構想にぴったり合うもんだというのが、えー、東島さんの考えです。では、なぜ義経排除されていくのか。でその義経排除こそが鎌倉幕府の成立なんだということですね。実は先走りしていますと。従永2年10月戦時。はい。で、 この戦時に、どうしてこの価値があるかというと、頼朝に頼らなければ、朝廷は京都維持できなかったということなんですかそういうことですよね。こういう状態ですよね。これ、義仲の北陸から入ってこないんですか義仲横領してると。ああ北陸三院領土、義仲が横領してると。 吉中横領し、陰文、陰文、いげ、えー、一切隣郭すらあたわずたるんで、吉中は京都におるんやけども、真面目にやってないということ <laughs> みたいですね。で、栄氏は食料を送るどころかなんか、自分らの食料にも困ってたみたいですね。らしい、なんかそういう話もあるんですね。うんうん、兵糧不足で軍を派遣できんとか、ね <laughs> うん、あのただ京都から離れて、ここを押さえてたら、またちょっと違うんじゃないかな。 こちらにこの、これをこうあの兵士は抑えちゃってると、だから切ない家からも物入ってこないんですよ。うん自分たちは西国に行って、兵糧を確保したけど、うん、それを京都に送ってやる気はないと。それは喧嘩喧嘩してますからね、京都とは。<laughs> 兵士と京都、あのは戦争状態ですから、ま、送る可能性はゼロですね平、はいまあ、家から見れば、後白河に食料を送ってやる義理はないわと。ない むしろ兵、兵糧でめ、兵糧でもかけてると。で、真面目にしな、い吉田か。ゆいと申し方るところはないと。義経の話ですけども、義経が。後白河から、勝手に警備士にしてもらったから。頼朝兄ちゃんと、切れたんやって。ルーフしてますよね、この人。え、ね、うん、それちゃうと売ってるんですか。ちゃうと。 で、それを言い出したのは1 9 4年の東山論文だと。で、五座雄一説では、なんか菱沼和則さんやってるけども、それ間違いは言うてたら、あ象釣り文から東山誠にのクレジットが入ったと。で、高橋和樹とか、小舘道久が、あの、東山琴の説を取り入れて、結論をしてると。懐かしいの前出てきたなと、高橋和樹さんは、あの、大阪市大 彼が大阪時代の院生た頃に日本史研究会で、彼新潟大学から大阪時代に生きてきたのかな、で現在武蔵大学の教授やってたはずだけども、どうしてましたけども、私と実は同期,あの同期なんですね、<laughs> 彼も。で、こので義経と頼朝のが分裂したのは、後白川の警備医師部人が原野というのは、 ストーリーじゃないというのは今、通<う>説になってるんですかこの東島さ、ねうんに。広まってるみたいですね。東山さんによると。今日は知らなかったんだけど。<laughs> <laughs> いやこ,れこの辺りは、<laughs> ドラマは書き換えられるわけですね。これから、かるのかなちゃんと時代交渉をきちっとやるドラマであれば。 いや、あの、その時代交渉も、あの、ええー、いや、例えば宮田、私の2年後半の宮田恵三君通じ、通じと、あの、この言略再開合戦指論で、義経のことを研究したん彼によると、義経は、あ,あいつとは実はゴシラカーのエージェントやったんやと。要するに途中、よりともっと大学生やってきたんだけども、途中ゴシラカーに取り込まれてしまったと。 だから、あの浦とかあれで、乗り降りがぐずぐずしとったんは、あれは要するにじっくりと兵士との交渉を考えてたのに、義経が後白河の命令を受けて、勝手に突っ込んでいきよって、乗り降り大変なことになっちゃったというのが宮田説で、宮田説ではこ,これをやっぱりベースにしてるんですよね。で、こあの2020年の6月に、えー、彼、本出してて。 まあ、それをそのまま引き継いでるんで、東島説は一つのえまあ説として受け入れられてたけども、一方で宮田説もあるんで、その辺で、あの、不思議なことに、この本には宮田氏の宮田名前は全くない。彼、立命館の関係者もうすでに冷たいな。ということは、東島先生の説も広まってるけど、 そうじゃないよという説もちゃんとある。うん。なるほど、わかりました。まだ、これで通,通説が書き換えられましたというわけではないと。い、うん。宮田君の説もあ,のあるからねという。で、多分、あの、その宮田説、多分、野口稔さんとかも多分、宮田説を割合評価したから。 関西ではやっぱりまだ荒れちゃうかな。これがまだそういう通説になるにはまだちょっとあの、もうちょっと詰めかんとかあるんちゃうかなと思いますけどね。<で>いわゆるこうも言えるが、ああも言える。東島先生の説に立ったとしたらですね、東鏡の文章が間違っているのは、東鏡が嘘を書いたということなんですかそう,そうそう。ああ。 意意識の嘘がいたと。で、越上も吾妻が乗っかってるから、安妻鏡乗ってるから、まあ、あの要するに、そう話してにしたと。安妻鏡が義経と頼朝が分裂したのは義経が KBC に勝手になったからやということにしたと。うん、確かにね、あの東摩説に従うと、頼朝って最低だなと。え <laughs> っね結構見れたら、頼朝って秀つな吉経、それはかわいそうやわと。 確かにそれを東鏡にすると、あ、義経ってはこうやったんな。宮田説になると、いや、そりゃ義経悪いよね。<laughs> はい。東政にとすると、り頼朝最悪。これは義経かわいそうや。となりますね、な区。ただ、なるほど。東鏡がこう書くのは、いやあの義経を主段したのは頼朝が非常やったからじゃなくて、お義経悪いよね。 では、YouTube、の方いきますね、はいうん、次、吉中ですけども、はい、吉中はこの時京都に入ってきてるんだから、北陸道から物資を京都に持ってこないと、自分も困るんんじゃないんですかだからあの実際、持ってこなかったというよりは、持ってこれなかったんであ、京都での基金が多分悪化するんでしょうね、これ。 吉中横領してるっつうけども、実際に多分、吉中は実行的なあれができなかったんちゃうかな。吉中の場合、北陸道以外にも雑多な勢力を抱えて京都に入っていったから、統制が効いていなかったんでしょうか。うん、その可能性あると思います。そっちはそっちじゃないかな、統制効いてないし、あの要するに吉中あの、 京都にあのちゃんと物資をこう流,通流通させられるノウハウとか能力がなかった可能性ありますよねもし義仲に能力があって統制も聞いていて北陸道と山陰道をさえてるんだから京都に食料を供給できれば朝廷からあんなに邪険にされることもなかったと。ということでしょうね。で結局義仲にはそれはできなくて頼朝にはできたと。 うん、と頼朝はなぜ関東から動かなかったんでしょうかまあ関東を抑えてないとあかんからでしょうね。自分が行っちゃったら留守誰にすんねんという。まああの一三輔広常、ね、みたいなやつおった,おったからということも考えられるが。<laughs> あそうまだあの頃関東に結構反頼朝のやつがいるんですよね。まだあの須崎とかおりますからね。 友人はまだ動きにくいでしょ、それは。えー、両先生の学生時代の話を聞いて楽しいです。いや、私の場合はね、ちょっと本当、得意な例ですから。いや、京都大学だから卒業できたという。<laughs> いや、とにかく時代が時代でしたからね。時代が、ね、学園紛争の頃でね。ああ、学園紛争の頃か。もう終わりの方でしたけどね。うん、まだ学園紛争の余波が残ってましたから。 大学なんか別に行かっても出席も取らへんかったし、大学は。えというか、あの大学はあの、はっきり言って100人入ってきたら、一人だけノーベル賞取りやすことっ,ってええんやん。<laughs> ああ、なるほどね。残り99人、どうなってもええんやんって。<laughs> とんでもない大学でしたよ、当時は。あ森剛が言ってましたね。タイマーパーティーやってい,いようが、おまわりと棒で殴りやってい,いようが気にしないと。 そそうう森が言ってました。そうそうそう。<laughs> 要するに、えっとね、やる気のあるやつと、能力のあるやつと、能力のないやつと、やる気のないやつと。で、この中でね、能力があってやる気のあるやつを見つけなきゃあかんのやけど、見つけるのは難しい。うん、で、やる気のないやつ見つけるのは簡単や<あー> <laughs> でやる気のないやつはまずは、まずは。 で、やる気のあるやつの中に能力のあるやつ混じっとってもね、ああどうせやる気ないんやから、能力あっても石やと。ああやる気のないのをまずバサッと外すと。ああで、君ら、単位やるから遊んでらなさいよ。<laughs> そっちをさせてあげるから <laughs>、どっか行きなさい <laughs>。やる気のあるやつを集めて、しごいてみたら、その中に能力のあるやつは見つかる。ああやる気あって能力あったやつは良かったねと。うん、不幸なのは <laughs>、やってみたけど能力なかったと。 ああ、はい。<laughs> <laughs> なるほど。<laughs> まあ、これが一番損くじだけど、しゃあないわな、と。うん<あ>。うん。それはその通りですね。そうですね。<laughs> うち、うとも文学部も割れそういう空気やったかな。あの、文学部行ったらそうなんかなあの。とりあえず勉強したきゃけなも勉強しろ、と。<ん>勉強したから、勉強すんでも別に構えへんで、と。それやる気のやつは消えていくんですよね。 いやあのあ文学部も理学部もアートみたいなもんでしょうん理学部はちょっと知らない立命はね理工学部で多分そのアートみたいな理系をやっとうよう言わないんですよ詳しはアートって学問自体がねああ法律とか経済とか工学っていうのはまあテクニカルなもんだからコ<あ>ツコツやれば誰でもある程度いくけどあのセンスのいる 学問じゃないですか発想とかね、だからその発想っていうのはえ、努力して身につくもんではないから、藤井聡太君がそうじゃないですか、将棋の。あんなん努力したって身につきませんよ、大谷翔平とか。あ,あ,うん、あんなん見つけようと思ったら <laughs>、まあ、200人とって、1年に3人ぐらいおったらいいんやん。 だから,だからか私の平凡な人間は高校の先生になったらいいんです。高校の先生はまあ普通にやればいいんで。なるほど。うん、で、えーえー、戻りますが。本拠地の年貢の納入が権限の公認の要とすれば、頼朝は年貢の納入先よりも納入元の関東の統治に専念しないといけないから、頼朝が関東に残る方が合理的。 どこにあの力を入れるかの問題で、どこに代官を置くかですよねだからまあ、頼朝がちゃんとあの背中が打た,れる打たれることないんだったら、あのそうう難しい問題を自分がやって、要するに基本的に難しい問題を自分がやって、簡単な問題は代官を派遣するということでしょうから。 頼朝が結局関東に残ったのはその年,あの、まあ、年貢を集めてというそっちの東国の貢献を行使する方が重要であってまああの極端に言ったら京都の,の流通回復っついうのはまあ頼朝からしたら義経で足りるというところなんでしょうね知らんけど持統がね荘園の。 年貢の納入をするでしょはいあるね,なんでね、後から入ってくる児童がね、荘園の年貢を集めて送る係になったんや後で送らなくなって、ね、うん、猫こしてしまうようになって、死体中もしますけどね、うん、なんで児童なんかに荘園の年貢の徴収させるんやと疑問に思ってましたけど、もともとこの荘園からちゃんと年貢を。 集めてくれというのが鎌倉幕府に与られたミッションやったんですね。そういうことですね。うん、あえてわかりの話でわかりました。あ、だから児童ってもともと年号を集める係やったんやと本来であれば、うん、と理解すればいいのかと。まあ基本武士あのまあ国士もそうですわ。基本的に年号を都に送るのが一番大事なミッションですよね。それはなかったのが吉家で。 私児童は警察だと思ってましたからね。警察は主語かなどうして荘園の中で年貢の徴収に児童が関われるようになったんだろうと。ちょっとね、疑問に思ってたんです。もともとそれは仕事だったんですね。そうだったんですね。うん、女子常の結婚という説があります。 日本列島の三分割同州政的構想ということで、玉葉によると天下の帝、三国史かえ、西平氏、東頼朝、中津国、賢治なし。こういう図が用意してあります。平氏とえ頼朝、真ん中には賢治なしという状況であると。中津国の霧馬状況の使命を制する鈴鹿の席を一緒に担当させると。ともに、まあ頼朝としては、まずこの問題。 それから、えー、この問題。この辺が、鈴鹿石、この辺ね。この問題と、えー、この問題。この問題を吉爪に、このの問題を塗、えー、り降りに、ということで、鈴鹿関西吉爪担当、八月が塗り降りを今日,の日で出発させると。その結果、関東よりとも、頼、え、朝、ー、紀内、吉爪、再開の料理という形が出来上がってくると。いうことですね。こういう感じですね。 百合友義経、えー、乗降りと、厳しいと追悼師、それぞれ平氏追悼師が降りこれが頼朝の三分構想であると。ところが乗降り書状が頼朝の分に到着したと。で、これを受けて、川越繁雄娘と義経の婚姻というのは行われ、これについては、警備士に無難認官した義経やるスパイとしてで、よろしき歴史像があるがと従えないと、私、逆にそういう歴史像って見たことないんですよね。 川越繁雄の結婚について、えー、スパイというふうに見てる話ってあったかな、逆に。まあ、私の不勉強だと言われたら、それまでなんですけど、ちなみに永井美智子さんは、こじれてしまった頼朝と義の関係を、頼朝がなんとか修復しようとして、送り込んだのが川越繁雄娘なんだけども、義経は相手にしないというシーンがあります。 ところがなぜか知らんが、川越重織、義経と頼朝関係がいよいよまずくなってくると、重織は娘に帰ってこいと言うんだけども、そのまま重織、行方不明になって、重織を殺されちゃうと。重織の娘は最後まで義ににき従って、そこで死んでしまうという、まあ、救われない状況になるわけですけども。だから、これはどうなのかなという、そういうのは、それ実は見たことがないんだよなで乗り範りの再会下校。 これ、7月3日の段階では義経が下校を受てたという資料があります。ところが、平らのがなら義経は伊賀の伊賀に生まれがならないと。ということで、結局、義経は京都に居座ることになるわけですね。義経の抑えがたい衝動、義経はとにかく兵士をしたいと。で、おそらくそれを知らせたのがこの乗り降り衝動なんだろうと。義経がもうむちゃくちゃ生きたがってると。ところが、 その義経のお世話かたいと何とかしようとしたのが、加護茂娘と義経の婚姻なんだろうと。頼朝と,としては義経に乗り寄り降って九州に行かれては困るわけであって、義経行っちゃうと、畿内の空白状況が大きいので、義経には機内の戦国経営がなければならないと。義経の結婚によって義経がこっちに行っちゃったら、ここは空白になっちゃうと。要するに、これが、えー、あれであって、えー、こうなっちゃうとまずいわけであって、 とということですね1185年、えー、義経という一連目の克服、元暦元年11月14日、関東御家人の西国所領の給付に義経を定し付けという、要するに、えー、関東御家人が西国所領を受け取る際に、より義経が定し付け、つまり保証するという指示が出されています、頼朝が。これ、要するに頼朝が義経に強大な権限を与えている。 義経と頼朝の二人である列島二分構想とも言えるんじゃないかと。ところが壇ノ浦で平氏滅亡、急速にこの両者は冷え込んでいたと、えー、いうことになります。この辺に関して、範頼と義経の、なぜ範頼がなかなかできずに義経が一気に進んだのかという話に関しては、東島さん、あまり興味はないみたいですね。東島さん、この義経邪,邪魔になった理由の方に、あれなんで、なぜ邪魔になったのかと。えー、頼朝の構想致 伊勢の国を手がか,かりに全国の荘園氷に無本防止を名目に恒常的に主語を設置したいと。荘園氷の武士を配備する名目を、朝廷への反逆から頼朝反逆と解釈を変更したいというこの2点があったわけですね。戦後経営から恒常的配置にするときに、義経の存在というのが実は邪魔になってきたと。頼朝政権、朝廷の番犬であることを超えられない義経がいるかぎりだ。なぜかやったら、 厳しい、ね、義経がしいがてるわけですね頼朝はこの義経を厳しいに任命させることによって、木管する権限を別に交渉するんですが、逆に言うと、これは厳しい義経なければ木管できないと。そこで頼朝は、ジレれ幕府勢に義経を排除して、この荘園古墳武将を配備する名目を朝廷の反逆、頼朝の反逆へと解釈変更。つまり義経 を追っかけるという形で、要するにこの義経は頼朝への反逆であるというふうに解釈して、これを実現したと。義経木官僚の帝拝、義経沙汰、義経沙汰木官僚義、義経によって処理された木官僚を中止し、そこに自統を配置すると。義経沙汰木官僚というのは戦後処理なんですね。それが永続的に通過どうかというのはあれだけども、それを恒常的配置に持っていくと。 でえー、例えば具体例で吉よ、ね。義経篠木官僚としての忠義綱書領と。忠義綱領これは義経篠木官僚として,して処理され、大内殺しに与えられています。その中では、忠の家人は御家人として安堵し、官員代理の大番役でも大幕をさせろという指示が出されています。これについての通説的な見解は、頼朝が官員代理の大番役を引き継ぐったことを意味していると。 要するに、ただの苔人に対して、簡易代理の大判役を命じたというのは、簡易代理の大判役をやらせるというのは、王権守護者の地位を継承したというふうに言うんだけども、そうゃなくて、これは、東島さんに言うと、ただ求心を大判でもさせておけというぐらいの意味であると。この文書の主眼は、大内惚領氏に対して、ただ問題の処理のために、お前、在京する必要があるから、関東に一度下校命令出したけども、それを凍結するんで、 ただ問題処理してくれとでただの問題については、御家人として、えー、そのただの家人連中はご検人して、一応、まあ、身分は安堵すると。彼らはとりあえず会員代理の大番でも差しといておけばええから、お前は京都におれ、えー、ということやと。だから、あの王朝守護者との地位を継承することが重要なじゃなくて、頼朝が朝廷権をいかに脱ぎ捨てるかという問題なんだ、これはということですね。 でこの辺の論理の構成というのは、実は私はちょっと危ないなと思ってですね。まあ、これは多分東島さんにこの疑問符をつけても多分あの全く否定しない。東島さんは、朝廷権をいかに抜き捨てるかという、そういう、まず、目的をやって、それに合わせて資料を解釈してるわけですね。あなたの資料解釈って、さっきの結論の力ですよね、と多分東島さんはそれは否定しないと思います。あのむしろ、そういうもんだと。 資料のをただ単に客観的に資料を読む。その資料から、その資料を巨心単歌に読み込んでというのは、実は不可能なんだと、東村さんは言うはずですね。それを不可能だというふうに信じているのは、それはあの方法論的なことに無知やからと。ということで、それは私もそう思うんですよね。 だから危険だなぁなんて思うんですけども、これ、危ない橋なんですけどね、私なんかやったら多分落ちはまる。この辺はまあ、せえなと思いますけども、まあ、逆に言うたら、つれるとしたらこの辺をつくかれるのかなという気がしますね。要するに、これが結論的にさっきあるんですよね。だから、社会主義とやっぱりこちらのほう、多分これを重視して、 王権守護者。これが幕府だと。私なんかは考えちゃうわけですよね。王権守護者が幕府だと。だから私的には上級の乱、幕府分かると上級の乱なんだろうなって、最近では思ってるんですけどね。天皇の地位を自由にするっついうのは、これは、あの、朝廷を完全に克服した。つったら言えるんですけども、幕府の収録主観から言うたら、 クソみたいな天皇を引きずろろして、まともな天皇をつけることで朝廷を守るんだと。王権を守るんだと。ご縁優の問題ですね。ご縁優と義満の関係ですよね。あれものクソみたいな、まあ、信長と大町でも実は私だと思うんだよね。クソみたいな大町引き、早く引きずろろして、あのまともなその人につけ,つ,けつけた方がいいよね。と、多分信長は思ってただろうし。天皇の個人の問題が、 個人の支持率というのは、やっぱり王権の権威に大きく関わってくるわけであって、王権集合者として振る舞うというのは、これ、だから先取りしますけども、誤差がに対して、北条時織が表情制度を押し付けるシーンがあるんですわ。東島さんは基本的にはどう喝やと、押し付きやと、でも、まあ、あの頂点の権を引き上げるという、そういうふうなことも、 ないわけじゃないって言うんだけども、私はむしろそれが100%だろうと。時折は、誤差がに言うことを聞かせることでも大事な権威がボロボロの誤差がを、いかに権威を持たせるかということが、時折にとっての最大のポイントであって、結局、宗隆親王もでもそうなんですよね。宗隆親王を迎える必要があるのは、誤差がをいかに 立派な君主にしていくのかというのは、鎌倉幕府によっては、これは非常に重要な問題であって、それこそ鎌倉幕府のレゾンデートルなんだと、私は思うわけですよね。ただ、それじゃ幕府とは何かというものが、ね、実はってこないのは、要するに室町幕府幕府と呼んだ例はないから、その辺がねなかなかちょっと難しいんですが、うん、私はそのこの辺は、あれでしょうね、東松さん、私は実は同じ時代をくぐり抜けたんですけれども、 20代前半に何を経験したかという経験が違うんですよね。東島さんはドイツとあのベルリンの壁の崩壊。で私は X で天皇の代替わりなんですね。その辺があれですよね、ティーブレイクでノルウェーのなんたらかんたら社もう覚えてないわ、ノルウェーのなんたらかんたら社か伊藤園かの違いですよね。1186年、東島さんはこの1189人、いいやろうだと。 自統、党設置、直挙というのはこれは矛盾ではないかと。要するに、鎌倉幕府の自立宣言である自統、設置、直挙というのはこれは矛盾ではないかと。いいところに目つけたと。この問題は、義経というジレンマを克服するにあたっての第二ステップであり、それが鎌倉幕府の誕生・自立宣言になったと。頼朝の状況もあるんですね。伊勢の国では教育の繁華が絶えず、その都度武士を派遣してきたけども、武士たちがると無断で自由横領、まあや、やりたい方でやっているのは、 ちょっと驚かれたでしょうと。文句があるんだったら、院宣で物資を取り締まってください。異性以外の持統の標本を、院前取り締まってくださいというふうに、院前を直虚を得る形で、この主語持統の、主、え、語、ー、の持統、えー、の設置をこう、えー、言うだけですね。で、通説はこれ、頼朝の幕府への譲歩なんだけども、東島先生、じゃあ、で物資を取り締まってください。やれるもんならねっていうのが、含ん意される。それを読み込まない通説がダメなんだと。 したがってこれは鎌倉幕府誕生の瞬間なんだと言うんですけれども、これもあの論理的にやっぱり橋渡ってるよねという。院前って部署を取り締まってください。やれるもんならねというのは、これ、あの、まあ、見とれんでもないんですよ。だからそうも言えるけども、 そうかなとも言える。話としては非常に面白いんだけども、え本当かなという、そういう疑問が出てくるんだよねってよく言われたのは私なんですがね。何かあの報告するたびに、もうみんなから言われるんですよね。君の話は大変面白いんだけども、本当かなと。その辺多分どうなんだろう。 東大ではどうう、なんだろうそういうふうに、まあ、東島は多分そういうふうに言われ続けてきたずで、ね、多分。それを多分乗り越えてきたのが東島さんで、それで多分あの方針転換したのが私なんだろうな <laughs> と思うんですけどね。だから、あのいや、東島さんの方に出て、羨ましいなあ、なんて、私は思っちゃうわけですよね、これはっきり言って。ああ、ここまで強く言えるんや、俺はここまで精神強くなかったから、へたれてしもうたなと。 1980年の東大の入試問題では、こういう資料があって、これ、削減数の表しなんですね。ゼロになるのは、これ、新潟のあれですが、あの氾濫があって、ゼロになる。その後、なぜ増えていくのか考えろという話ですね。まあ、これ、大学3年の時にやらされて、レポートで、ゴミ踏み彦ゼミでやらされたらしいんですけれども、同会でかさておき、現在ならこう書きますということですね。 この1886年以降の昨年数の V 字回復について、その理由はこう書きますと、それはそまさに鎌倉幕府の誕生であると、要するに私権力、要するにあのあれですね、奪い尽くす、奪い尽くす私権力から現地の秩序維持をコントロール下によく貢権力に、この東北の政権が脱皮したからだと、それこそが鎌倉幕府の誕生なんだと。 だ1186年説というのは、こういうグラフからも裏付けられると。で、ティーブレイク。後帝の花か、いかがでしょうかということですね。無辺から無本へ。無辺というのは、頂点の論理に影響し続き、その無辺を要器し、無本というとで新たな国家間学が編成したのが頼朝であると。いうふうに言ったですね。 無辺と無本とは違うと。無辺とは単一国家で起きる国家天風計画であり、無本とは複数国家で起こる離反計画であるというふうに、まあ、律で言われてる。あ、そうなんやと思うんですよね。これを見て思うと、律の、要するにこの話、律複数国家との,のはあれなんでしょうね。要するに、あの、律良国家というのが、私の解釈でなこの律令国家というのは帝国なんですよね。律領国家というのは帝国なんですよ、これ。要するに、人民族支配を持つ帝国なんですよね。 インペリアルなんですねだからその謀反つうのはおそらくはエミシとかそういったものが起こす違反計画それがおそらく謀反だったんだろうとでそれに対して天皇を、まあ、あの倒すこれは無辺だったんだろうと厳しい義経による朝廷の金を背景に反逆者を止めた第一段階ではこれはこの無辺の方だと 単一つくことで無変であると。義経、佐田木官僚を廃止し、正というのは別なる権力としては実を執行した段階では、この複数数で無本にしたんだと。文人千、ね、1186年だと。先に言っちゃ,っ,ちゃったよな。あ、あの、これも批判等との続きなんですが、批判等ということで、実はこの議論に関しては古沢直都氏、 が批判,あの批判していると。東島さんは、このフルス、あの、珍しくつか、フルスアナオトに関しては、ものすごく高い評価してますね。フルスアナオトによる、フルスナオト氏による東島氏の、えー、批判ですけど、市の律論はあり得る仮説の一つとして、成立可能な範囲にあると思われるが、確認された人では受け入れたいものであると。個々の資料をつなげる論の巧みさには、家計なしに関心するのだが、個別の事例の意味付けにや,やや無理を感じるのでは。 まあ、あれですよね。私に対して言われた、いつも言われた。君の話は、無理面白いし、そういうも言えるんだけども、そうである、そうじゃないとも言えるんだな、という、だいたいあの、私の指導教員の杉谷先生が口の私に言ってたのは、そうなんですねあの。で、これはもう、いや、実は、あの、 私の修論とかの、いろいろ指導してくれる先生方で、川島正夫先生、それから桂島伸広先生、3人と全然タイプ違うんですよ。全然タイプが違う研究者、これよくあるんですね。全然タイプが違う研究者に見られると、なんか言うてることが3者ベラッラになってしもて、迷ってしまって、研究できなくなるっいうやつが、私の同級生におったんですけども、私の場合、この全然違うタイプが3人から同じことを言われたんで、そういう面では恵まれたというか、 よっぽど俺、むちくちやったんやなと思うんですけども、この辺は、あの、うん、こうなんやなと思って。で、古沢州によると、無辺と無辺の区別はないと。東島市は、漁協における無本と無辺の保有、私はそうなんだと。私は分かってると。九条金真は、だから、無本とかちゃんと私がして、無辺というふうに、ママと書いてると。だから、引用資料に限定されてる。それに対して、引用も、字ちの分も区別せんと、全部やったら、そりゃそうだろうと。 で東島市にやりただったことは、御用の山に埋もれた優位の断片の中枢が痛かったんである。それに対して古摩説は、その魅力的なパーツ、これを再びくずかごに戻すことの表明でしかないと。結構きついと。要するに、古摩説では、東島説の尊説って面白いけども、ほんまに無辺と無本にそんなに大きな意味あったんか、ということなんですね。 古沢説の批判を受け入れつつも、今なお現在言うことを考えるのを6つに挙げています。まず、従栄2年、古10月以前には頼朝は無辺も無本も使ったことはない。伊勢の国には無辺、木簡と書い,書いてある。要するに、無辺の不可形で、無本にはないのは木簡であって、ここで伊勢の国を無辺という風に使ったのは、これは。 こういうふうに、まあ、金金の例を見ても、無本と無編って、実はそんなにも、要礼、厳密な要領上の区別はない。ただ、この以前の国で、こういうところを非常にビシッと書いたのは、恐らく、京下りの実務官僚入れ知恵だろうと。で、この、無編という言葉を作ったこれは中博、中原弘元中原の広本を、プレーに向かうこところで実現したものであると。で、自立宣言以降、1086年に自立宣言していくは、無編無本の区別は無用のために、この無本が主流になっていくと。で、御成敗式目では、 無辺、木簡通のを使っておらず、無本・没収が使われると。で、無辺から無本通のは、放送官僚の入れ辞令による鎌倉幕府の時短認識の発露と変化というふうに見なすことができないだろうかということで、ここまでがティーブレイクなんですね。いい、1086年にいい野郎に、まあ、屋上こうかすことになるけれども、それは研究者たちの誠実な態度だということを言ってます。で、ここのところですね、公の多元化。 鎌倉幕府の自立宣言は朝廷の総体か会であると。で、えー、公の多元化の短所。で、火災上、花綱状の列島で生じた。これが面白いなと言ったのは、日本列島と言わないですね、ここであえて。日本列島と言っちゃうと、検問対策なるんですよ、これ。だから、花綱状の列島で生じたわざわざ言ってるのは、日本列島のことを花綱、火災列島、あれ、鼻綱列島と呼んだのは、島落としですが、花綱。 こう,いうふうに大陸にビローンとぶら下がった頃、花砂列島、火災列島というふうに、えーまあ、表現したのは、えー島、あの、視察官もお年寄りですが、日本列島というと、日本という国家に入ってしまうね。その国家の枠に縛られない、この列島のことを、 火災列島と呼ぼうというのが島落としの言い分なんですが、それを花咲公平が島々花綱という本であて、多分それをベースにしてるんだろうなと思うんですよね。花咲公平、あるいはあの島尾とし用の、花島落とし用を経て花咲公平の提唱した花綱列島ということで、日本というそういう国家を使わない。この話はもうそういう意味があるんですよ。公の大変化。東 朝廷の無辺、木管と並立する幕の無辺、模本、募集。これを朝廷の下位だと見ると、素悪な検問体制論。相次と見ると、良質な検問体制論。等価と見ると、統合国家になると。で、素悪な検問体制論と一線引きたい論者は、ここで2つの OK 論というややこしいことを言ってるんだけども、これは良質の検問体制論と良質な統合からの対話可能であるというふうに言っているんですが、 まあ実はこれ言い出すと黒田敏夫は素くな検問体制になっちゃうんですよね。黒田敏夫はあの単一国家というのはやっぱりこだわりますから。黒田敏夫は単一国家論なんですよ。国家の単一性にこだわりますから。東山さんは検問体制の肝は、区下、武家、自社は荘園という同一の試験席に引き寄せるから総除系なんだって。これは構造の単一性であり、国家の単一性ではないってなんですけど、黒田敏夫は国家にものすごくこだわ,るこだわりますからね。 だからそういう意味では、あのいや黒田敏郎はこの検問体制論、結局、日本の国家の単一性、要するにそんな日本にいくつ、まあ、黒田敏郎、東国家論に、さっきに黒田敏郎の検問体制論ありますけど、黒田敏郎はその東国家論に関して、はっきり、あれは国家ではないと。国家論がでたらめだというのは黒田敏郎の実は、あの東国家論に対するあの批判なんですよね。 で、私もそれは思うんですよね。国家論。あの、そこで国家って何なんのこと。日本という国家の下に、あの、封建王政としての国家は一つしかないと。日本列島上。それ成整理したのは。あの、もし、花砂列島にそれを見出したんだったら、エミ市の話持ってこないとダメでしょうと。エゾの話持ってこないとダメでと,エゾエゾとか琉球とか持ってこないとダメでしょうと思うんですよね。 私は鎌倉とか東国国家、西国国家とかで日本の多元性通のを見るのは、実は日本と天皇の旧進性通のあまりにも軽く見てるんじゃないかなと実は思い出まして、この辺は X, X デーを20代の経験としてる私の考えなんですけどね、この辺、多分ベルリンの壁崩壊の東島さんとは多分合わないところなんだろうなと思うんですね。 そういう目で黒としを見ると黒としをつなマルクス国家論にものすごい影響を受けてるわけですよね。あの特に彼はあのどう見てもあれエンゲルスなんですよ。もうマルクスはエンゲルスなんですね、実は。まあ、それは全然不思議じゃない。どっちだったら彼は旧来の左翼に属する人物ですが、マルクス・エンゲルス全集であって、マル・エン全集であって、まあ、特にエンゲルス、国家論に関してはかなりエンゲルスに乗っかってますよね。家族、私有財産、国家の起源。 実はあれを読むと、黒田斗夫がその、家族集団国家の起源にものすごく影響を受けているのがわかります。だから、実は黒田斗夫自身は、東島生理による素悪な検問体制論者ですね。そういう意味では。極所的なレベルで公の誕生。これは中世だと。 時のク法という次元的な公すら出てくるのは16世紀になると、えー、時のク法という次元的な公すら出てくる。で、これは結局多元的に存在する作頂点を公と呼んでる。それが中世という時代だということで、公が多元化していくのは中世なんだと。えー、それはわかるんですよね。それを国家と呼んでいいのというのが、まあ,あの、あの、たぶ黒敏は多分そうしんでるし、私もあの黒敏年の影響を から見ると、それをその公を国家と呼んでいいんですかという話ですよね。で、欧州幕府構想でいくつもの幕府まあ、12世紀末に列島の各所に広域の地域的軍政府の独立を目指す動向をいくつもの幕府と名えるマンの防であり、イルマンの防止は余質の衰退で欧州幕府構想がこれは国土貢献、国土に対する支配権を分化する動きが。 同時に列島の各地で正規た現象だ。その一つとして、欧州幕府構想があったんだということですね。その中で義経は大将軍する動きがあるんだけども、これについては東大将ぐらいのいいだろうと。他に対する優越関係を示す、まあ大将軍。将軍とやっぱりその中の大将軍というぐらいでて、そんな真剣とられるもんでもないよという話ですね。なんでね 範頼が西国で、義経が京都を担当するんですかこれ、チェンジできないんですか警備医師になったのは義経ですから、それをチェンジする、それ難しいんかなこれが例えば宮田説だと、ものすごくクリアなんですよ。後白河が義経を、あのこの京都の治安国でを改めて非常に重用して、えー、頼朝の想定以上に義経と後白河の関係が深くなっていくとで。頼朝もそれを一時受け入れながらも、最終的にそこがスパークしていく。 後白河と義経のところがリンクされてしまうと、義経が京都が動けないそうそうそう、宮田説だとそういうふうになるかなという。はい、では、YouTube の方を読んでいきます。義経の結婚をめぐる東島説で、なぜ結婚が義経のイライラを抑えるための方策になるのか、不思議な感じがしました。 その不思議な感じ、私も、えー、もうちょっと説明欲しいなと確かに思いますが、忖度すると、あれですよね、一つは頼朝がお前を頼りにしてるぞということと、新婚だったら、嫁さんほったらかして、最悪に行かないだろうという、そういうことかな。<laughs> ちっということらごめんなさい。<laughs> 頼朝が朝廷の意向に沿い続けるのであれば、警備医師義経を排除する必要はない。しかし、頼朝は朝廷権を脱ぎ捨てる決意をした。なぜ頼朝が朝廷権を脱ぎ捨てる決意をしたのかという、そこの説明が欠けているように思いますがとなぜ頼朝が朝廷権を脱ぎ捨て,るのぎ捨てるたのかと。はい まず頼朝は朝廷権威を脱ぎ捨てる決意をししたんでしょうか私はね、あそこに関しては逆じゃないかなと思ってたね。頼朝は朝廷権威を徹底的に自分のために利用する。例えば、あの武もそうですし、足利将軍も、歴代将軍もそうですし、北条氏もそうですが、朝廷よりも自分は下だというのは、別に朝廷に勝てなかったというんじゃなくて、 そもそもあの朝廷を頭にかぶっておいて、でその朝廷の,あの権威を振り回すのが一番自分にとって一番楽なんですよね、一番楽に。だから朝廷権威を脱ぎ捨てる人ってあるんかなと思うんですよ。なんで朝廷権威を脱ぎ、そこはなんとなく諸行のものとしてあの処理されてるんじゃないかなと思うんです私は逆に日本の,この武家政権の基本というのは、朝廷権威をいかに振り回すかと。 この朝廷権威を振り回して殴りつけるのが幕府じゃないかなと、でその朝廷権威の中の連中が、なんか幕府に対してつろくでもないことだったら、そいつも殴り倒して朝廷権威を回復させる、それが幕府なんだと。日本史見ていると、天皇をなくしてしまおうという動きと、で天皇を置いておくとしても、天皇家、今の天皇家とちゃう人にしたらええやんという。 この2つの動きだけは出てこないんですね。出てこないですね。平安時代以降ね。うんで。あくまでそこは認めた上で、誰が実質的なトップになるかということを争っていくという、そういうゲームなんですね、日本は。そういうゲームなんですよね。うん、で、結局、あの、強い権力とかそういうものを、そういうところがないから、逆に、あの、殴る棒にとしては最高にいいわけですね。 信長と大東天皇の関係では、信長は天皇を否定していないし、天皇は天皇で早く上皇になりたかったという、これはやりましたね、その通りですね。文、うん、治2年の頼朝総長の読み方が、東島らしいと思いましたが、いかにも攻撃的な読み方ですね。ですね。いかにも東島さんらしい読み方で攻撃的だなと思いましたね。うん ああ東島さんだという。謀反と無辺の説明で、律の理解の説明はその通りでしょうが、頼朝文書をめぐる使い分けの話は、はっきり言って私には全く理解できませんでした。謀反と使う場合の前提となる、複数国家とは何と何であるのかが分かりませんでした。の先生の 蝦夷を持ってこないとだめだという指摘を聞いて、あ、もっともだと思いましたと。そうなんですよ。複数国家という、私は複数国家という言葉を安直に使うのは、どうなの,あのそもそも律令において、この無辺と無法が使い分けられているのは、明らかにこれは帝国やったけど、実は王朝国家って帝国じゃないんですよね。どう考えても。 室町僕も実は帝国じゃないんですよだから複数国家という話ねあの東山さんに言わせるとそれはあの君が国家論と民族論ごっちゃにしてねというふうに言われたらまあそれはなんですけどもあのまあそういう問題ではなくてじゃあ国家って何って言われたら曖昧だよねと思うんですけども。 例えば、あのー、やはり2つの王権論でどうあ、2つの国家論よりも2つの王権論はもっと私は、実は納得できないのは、2つの王権論って実は国家論を棚上げして、ややこしい国家論を棚上げして、王権の話を持っていきたい。王権、要するにあの自立するものが王権なんですけど、自立してますと。いや、自立してないでしょ、そういう意味では。 結局、殴る棒を使ってるわけですよ。自分の力で殴ってるわけじゃなくて、殴る棒を手の天皇を持ってきって、それ殴ってるじゃないですか、ね。<laughs> あなた、あなたはそれ殴ってますよね。と朝敵とか言って殴ってますよね。と俺は生体ショックなんだぞ。殴ってますよね。と俺はあのジ,ュジュニー、にンダ殴ナゴンダゾ殴ってるんですよね。あれだからそ、それって自立してるとは私は思わないんですよね。それをじ、まあ、自立してるわけでは自立してるなんでしょう。その 本郷さんは権威と全く否定するの人は、はっきり言うと、私のイメージで言うとあ、腕こそが全てだと。腕のやつの権威なんてあのはないだろう、ないだろうと。言うんですけども、それは違うよね、という。要するに、国家というのは、第三権力、要するに、まあ、二つの対立,対立するものを、覆う形で、だから、まあ、いろんな利害を、こう、広く、こう、 だからやっぱり天皇を頂点とする日本以外に、日本列島上はしっかりした国家はなく、だから江戸の問題、栄誌の問題というのは、まあで、江戸幕府は帝国というものをどの程度意識していたのかというのは、ちょっと意識あの難しいところですね、あれ、通貨は多分かなり意識してたような気がしますね、特に琉球問題を見る限り。 諸町幕府鎌倉国にはそういうあの帝国とその視点がやっぱりないんですよ、あれ。異民族支配はしてないんですよね。思考しないし。で、そ異民族支配がなければ、これ国家、複数国家と言えるのかなというのが私の意識。はい、どういうことです。はい。同じこと何回も言ってるけど。同国国家論というのは2つの国家があったっていうんですね。そうなんです。 で東北国からの立場に立つと、仮に幕府が朝廷と戦うときでも、これはいわゆる謀反か無変か知りませんけど、上位の者に対する戦いではなくなるんですね、対等の者が戦うわけですから。そうですね。対等が上下関係あるとしても、単一の国家ではないということいや、私は朝廷と幕府は単一の国家だろうと。日本という形でね、そそうそう2つのものがあるわけじゃないと。 一つの中であのそこにはやっぱり上位関係というのは騒古な検問体制だけどやっぱり上下関係ってあるんですよ。天皇のものそ,そう。それはもう幕府自身が。で東松さんは高橋正明さんの説を要するに朝廷にあの要するにまあ克服できなかった。 というのを笑ってるってうのいや誰も笑ってないし、克服できなかったので克服しようとしなかったんであって、克服するよりも乗っかっかた方が楽やと次のコメントに行きます。はい、朝廷権威を脱ぎ捨てると言いますが、朝廷権威を独占するということなのではないでしょうか、東島先生の捉え方には疑問を感じますがと。 私もそう思うんですけど、朝廷権威をどんだけ自分のものにしていくのかというのが、実は武家政権の一つの方向性かもと私も思うんですよね。うん、まあ、その辺は結局、ものの見方の違いがあるからであって、私は、私見たいにあの、まあ、平島さんから見たら、あの旗の見方は、それは、あの、粗悪な賢文体たく言われたら、ああ、すまへんとして、そうですよね。うん 朝廷を上に見る方が素悪,素悪な天文体制論なんですね。そうそう、平島さんはそう言ってますね。要するにちょ、上下関係で見るのは素悪な天文体制論と。掃除系で見ると、両方なた天体制論。統下と見ると、党国家論。で朝廷権威を活用した方が実質的な権力者になれる。かねで。権力者にとって、これ都合がいい論ですが、世界史で、 類似の例ってのはあるんでしょうか。これだと正的に言ったらローマ教皇かな。あ、なるほどね。はい、はい、あれは新生ローマ帝国の皇帝。これだとしは結構ヨーロッパの意識やっぱやっぱりヨーロッパ中宗意識してますから彼は。正統価格一旦ってどう見てもあれキリスト教だよねみたいな。カトリックとプロテスタントを意識してるよねという。 後の室町戦国の時代でも、公家が殺されることがあっても、天皇、帝が殺されることがなかったのは、不謹慎とは思いますが、不思議ですと、まあ。殺されかけた人間はおるんですけどね、皇后天皇とか御花園天皇なんかは結構命はやばかったけどもあ、御花園の場合はちょっとあ,のあれとしても、皇后天皇がちで結構やばかったよね、<laughs> まあれで。脱致されてますからね。 うん、いやあの、えー、鎌倉に鎌倉に下る途中にあのい弓矢にだって負傷してるんですかあ逃げるときそうそうロッカー団体が落ちて、うん、そうそう逃げるときに弓矢だって負傷してるんです彼はあれうちどころがあったら死んでますよね近江でねそうそう近江に向かう途中近江との山下の,あの国境付近で弓矢だってあの負傷してて、うん、あれうちどころがあったらや,やばかったし 一番天皇があの殺されかけたのはそれだろうなと思います。次がご飯のどのあの金結の変じゃないかな。あれでも一歩間違えたらご飯のど死んでたよねという。うん、ご飯の殿自身は多分自分が殺されると思ってたから、元取り脱いで、冠も脱いで、女の子心を担いで、兵をバーッと乗り越えて逃げるんですね。で、自分がどこに逃げたかは公表しないと。しかも腰に乗らずに、腰は用意されてたんだけども、腰に乗らずにそばついて歩くと女房か格好して。 のこっち襲撃されたらアウトですから。うん、こっちに乗ったら。ごはんのまは2番目にやばかった事例かな。あとは、殺す天皇を殺そうとうやつは多分いなかったでしょうね。初めから天皇を殺したろうというのではないですね。うん、そうなんですよ。多分両方とも天皇に殺意はないんですよね。皇后のは不幸な、あの多,多分あの流れ屋で、皇后にやったもんではないやろうし、ごはんのの場合は、 あの結果的に死人が出てないというのは、結局、殺意は彼らにはなかったからだろうと思いますね。あとはもうそんな殺されかけた天皇は、ず天皇暗殺をしなかったのは、たたりが怖かった。あでも、あれありましたねあの、後醍醐天皇暗殺計画って。あ,あ,あった、あった、それからもう一つ、後伏見の,あの伏見がやばかった。 じゃあ、伏見がやばかった。あの、朝原民織があの侵入して殺されかけてくる。あれ、あの辺が一番やばいかな。でもあれ、両方とも主犯は天皇。そう、天皇,っ天皇だから、天皇が天皇を殺したろうというのはあるけど、天下、うん、が天皇を殺したろうというのは、それはないんですかね。ないですね、考えたら。 そうか、はいですね。そはね、うん、そやの伏見も、あの後醍醐も、そうや、主犯は天皇ですね、あれ考えたら。うん、おそらく。あの後醍醐は分からんけどあれ多分、皇后でしょうね、主犯は。天皇同士ではある。うん。まあその皇からしたら、そ特に皇后からしたら、亀山からしても、あいつは俺が天皇とりあえず偽物やつ。いうことですからね。あの偽偽天皇をと。いうこ、ん、とでしょうね。偽天皇は殺していいんですよ。本物、うん、天皇からしたら。